三木の巫女絆の物語第3話。宿儺彦名の巫女様は松代庵にお客様が来ないから松の王様が倒れたのだとおっしゃいましたね。ですが松の王様が体調を崩されているから松代庵にお客様が来ないと考えることもできるかと。なるほど、一理ありますね。しかし松の王様を元気にするためには松代庵に客人を呼ばなければならなくて。松代庵に客を呼ぶためには松の王様を元気にしなければならない。じゃあ結局どうすればいいんで。そこで僕の故郷野の町には松の王様を祀る松の神社の総本山松の大社があります。そこへ行けば他に松の王様の体調を改善させる手がかりが見つかるかもしれません。手がかりか。他にできそうなこともありませんから行ってみる価値はあるでしょう。ではすぐに出発しますね。松の大社の件は玉の光に任せるとして俺たちはどうする？松の王様の看病、松代庵の管理、客の呼び込み、この3つを並行してこなしていくしかないだろうな。あれ、金亀はどこに行きました？どこってさっきまでそこに。あれ、亀ちゃんどこ行ったんだ？金亀、出発かい坊。松代庵はどうしたんですか？カンバイたちがうまくやるさ。おじさんは坊と一緒に行こうかなって。いえ、今回は僕一人で行きます。一緒に来てくれたらとても心強いです。普段はふざけていますけど、あなたがいざという時頼りになることを僕はちゃんと知っていますから。でも今回はその力を松の王様たちをお守りするために使ってください。必ず何か手がかりを持ち帰ります。僕が一人でも大丈夫だと信じてください。そう言われちゃ無理についていくってこともできないね。頼りにしてますよ。それでは行ってきます。ではこちらの当番表を確認してください。今日は俺と獺祭が松代庵の管理、霊山と出羽桜が松の王様の看病、沢の井と国丸と金亀が客の呼び込みだ。じゃあ早速呼び込みするか。亀ちゃん、丸さん、行こうぜ。はいよ。出羽桜殿、自分たちも松の王様の看病を。ええ、俺たちも準備を始めよう。ああ。